はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第22章やっていきたいと思います。まあフローラちゃんちょっと装備を、持たせたんで今回から使っていきましょう。やっぱりメイドがいないと生きていけないん で、あと多分カミラの奥さんイベントがちょっと進むと思うんで、これもやっていきましょう。温泉で顔がほてっちゃったの。お前温泉なんて言ってたのか。あ、風呂に行ってたのか。吹いてあげよう。何この吹いてあげようって。意味がわからん。あれ、なでなでしても何にも変わらん。どうすりゃいいんだ。吹いてあげようって。もしやマイクに向かって吹くの。今度はしっかり吹いてあげよう。ちょっと待って。吹けばいいのね。これもうリセット。いきなりリセット。そんなんいきなり言われてもさ、わかんないよ。ちょっとこれやりたいんで。吹きましょう。マイクどこだっけ ?DS の。うん、あったあった。ここだな。確認完了。てかさ、温泉作ってないんだけど。吹けばいいんでしょ?おお、たぶん単なる雑音として入ってるな、これ。涼しくて気持ちいいわ。吹いただけなのに一緒に過ごす。これもやっていくか。大体さ、息吹きかけて乾かすってどういうことだよ。俺そんな肺活量ねえぞ。ダメよ。次のイベントはないな、なんか。びっくりマークがない。そんなにされると恥ずかしいわ。でも上のハートとかめっちゃでかいしな。3つ、あと何個だ、 1,2,3,4,5,6、 今何話だっけ、22話って言ってたから多分これ27話くらいまでなんでギリギリかな。防衛戦みたいなのやってればその度に1回できるし、なんか時間が経てばまた1回できるんで、まあ多分間に合うかな。絆が深まった。大好きよ。可愛い弟の顔も優しい旦那様の顔も、あなたのすべてを愛しているわ。まあ幸せなひとときはこれで終わりだ。戦場に行かねばならぬからな。戦場に、白夜王国という戦場へ。22章、白夜王女さくら。ついに白夜王国の国境を越えたミカミックス。先に進むためには白夜切手の砦、天神砦を落とさねばならない。だが本当の苦難は戦闘ではなかった。まあ、どうせ桜がいるからみたいな、そんな感じでしょ。ここら辺から多分王族が1羽ずつ1人ぶっ倒していく感じかな。おお、本持って走ってるよ。少数精鋭の部隊だな。てかこいつらさ、普通の軍隊連れてんの?そこがよくわからない。着いたわ。ここが天神砦、白夜王国の前線基地にして難攻不落と言われている砦よ。ここを落とせば白夜王国も陥落した、ん?白夜王国は陥落したも当然だわ。ここを落とすだけで難攻不落の砦。気をつけて。きっと中には見知った者がいるはずよ。あなたも私も覚悟して臨んだ方がいい。だがここまで来たら行くしかない。誰を失っても誰を手にかけたとしても。そうね、私もかつて共に育った兄弟をこの手で倒すことになったとしても後悔はしない。あなたについていくわ、ミカミックス。よし、行くぞ。砦の中で人が動く気配があった。おそらく俺たちはもう気づかれている。向こうから仕掛けてくる前に一気に叩くぞ。大変です。さくら様。え?どうしたんですか、雪村さん。そんなに息を切らして。兵たちの回復をやめて一刻も早くお逃げください。外にミカミックス様率いるアンヤ王国の軍勢が現れました。ミカミックス兄様の?そうですか。なら私も戦います。そんな。いけません。あなた様は早く王城に。桜様、ごめんなさい。雪村さんのお気持ちはありがたいです。でも私はもう戦う力を持たない非力な王女ではないんです。
兵たちを置いて私だけ逃げるわけにはいきません。お願い雪村さん、どうか私のわがままを聞いてください。桜様。まったく。そこまでの強い意志をお持ちなら私にそれを止める術はございませんね。承知いたしました。共に戦いましょう。ですが御身をお守りすることだけはお許しいただけますよう。はい、ありがとうございます。おお、桜戦か。とりあえずどこまで出るんだ。ブノワ、フランネル、こいつらいらない。この2人ちょっと外してフローラは入れるだろう。そうすると1体余るのか。レベル的にフランネルを出しておくべきか。そうだな、ちょっと戦死者が多くなってきたから出したいユニットがちょっと限られてきちゃうな。フローラまで鍛えればいいんでしょ。じゃあドーピングタイムをやりますか。オッケー、ドーピング完了、戦闘開始。制圧か。そうするとここにさくらがいる。これあれか、暗記放題か。さすが難攻不落だな。土塁を平地に変える。土塁って何。あ、これか。一気に平地になるな。そうするとどう攻めるかな。あれ、右と左で分かれてんな。大丈夫かこの編成的に。マックスと主人公が分かれてれば、まあなんとかなるだろう。そうだな。飛んでるやつら、あ、飛べない。飛んでるやつらもういけない。マジか。多分ね、これ壁際には攻撃してくるんだよね、多分。今までのケースでいくと。こんな感じでちょっとずつ進んでいくか。アクアあんまりな、前線に出してもな、ちょっと厳しいからな。歌う。右はとりあえずカンナで、これをちょっと流脈を、あ、そういうこと。先に右動かしとけばよかった。じゃ、ちょっとこのターン待ちだな。少しずつ前進して、回復役はフローラだな。こっちガルーがいいのか。こっちあとこいつか。おい、やっぱりな。しかし、うわ、無駄無駄。すまない。壁際で倒していくのがおお、いいと思ったけど。じゃあまずはカンナでこっちの流脈を使って、せいやん、ここを開けると。でこいつをぶっ倒しつつ、こいつも多分あれだな。そうすると流脈でここが開くのか。なるほど、そうやって進軍していくわけね。狙えるやつを狙っていこう。でレベル上げるやつ誰にしようかな。アクアはサイドをかけたいしな。モツメ意外にダメだ、届かない。レベルが低いな。弓の力を上げていかなくては。せいやー、雑魚が。こことかいけんの。いけなさそう。土塁だし、ちょっとずつ進軍していく感じだな。そうするととりあえず主人公で流脈を使ってここを開けて、弓兵か。マークス、お、マークスここに置こう。弓兵っていうかおばあちゃん人形だ。おばあちゃん人形、人形一つも壊せないとは。しかし攻撃は効かん。うわ、下げられた。フローラ倒す。お前は最後のメイドだ。片付きました。そこそこ経験値入るな。減るのかよ。
弓で攻撃しておこう。いいね。で次はこっちに向かっていく感じか。こしたら多分魔法使い部隊だからゼロを前線に出そう。こいつは魔法防御めっちゃ高いからな。こいつどうしよう。ガル微妙だな。あとこっちも来るな。ここら辺に置いとくか。エリーゼは回復役だからな。破滅の投げ棒じゃなくて波状の投げ棒か。相変わらずの硬さを誇ってんな。配置の仕方は間違ってないけど反撃ができん。弓だからいかんせん。うおやっぱり狙えるやつを狙ってくるか。明らかに魔法に弱そうだからな、あの怪物くん。飛んでるやつでここな、多分食らうな。壁際攻撃を。げっ、風花がいる。マジか。よし、ゲット。なるべく防御力の高いやつをこっちに置かないと。テオノいけるな。どうしようかな、倒せるやつから倒しとこうかな。後ろのやつを狙っとけばよかったかもしれないけど。次は誰？こいつはもうこっから狙おう。これ大丈夫だよね。31いけるな。やっぱ防御力超弱えな、こいつ。食らわないっていうのは必須だな。マークスはね、マークスじゃねえ、こいつレオンだ。意外に防御力高かったはず。モブメだな。小判ここなら大丈夫なはず。モズメのレベルを上げたい。1残るか。まあいいや。私も頑張るわ。いや、ヒットポイント高いな。42敵ね。であとはこいつを、何が強い、なんかで殺せんな。やっぱ剣だな。こいつは剣が強いんだな。魔力娘のくせに。おお、そういやこれ持ってたんだ。こいつ何兵だっけ。このからくり人形の武器何なの、よくわかんねえな。この機械みたいなの。敵能力減、力マイナス力、魔力マイナス6ってすげえ減らされんな。なるべく一発で仕留めたいところだ。そうすると OK。 龍脈いけないか。一旦ちょっとこっちに行こう。倒せるか。29。死なないでくれ。まだ戦える。終わらせてくれたんだね。めっちゃ経験値上がんな。何レベルだこいつ。4か。これで微妙だ上がり方が。あ、そうだ、こいつすっげえ減ってんだった。傷薬で自分を回復しつつフローラで、回復させよう。5しか分からない。この能力、うわー、回復してきて、なんだ、マジか。厄介だ、めっちゃ回復されてる。そして反撃できないやつを狙ってくるか。まあセオリー通りだよな。26% 当たりやがった。この猛攻をなんとか耐えろ。よしよしよし
あいつ戻ってくるの遅いな。風花が来るか。ここで増援かよ。あの暗記兵マジぶっ倒してーなー。下のやつはとりあえずほっとく方向で行こう。なんでこいつで攻撃を仕掛けて。大丈夫や。ほら。上がりが悪かった。こいつをぶっ倒す。仕留めた。打ち取ったり。もう爪回復しないと。エリゼ違う、攻撃じゃない、リライブ。レオンを前線に持ってこそうすると能力下がってるけど、こいつばらつきがあるな。そうか、こいつを排除しないといけないのか。いけカミラ、サンダー。もうおしまい。レオンを前線、いや待って待って待って、龍脈を使えばなんとかなるんじゃないか。あ、そうだな、使おう。そうだ、こうやって進んでいくんだった。なんか忘れてたな。マークスを龍脈使うのか。もったいないっちゃもったいないけど、ここで風花をなんとかしてぶっ倒したい。まずはモズメで、57% かよ。主人公でいくしかない。結構食らうな。いずれにせよこれにしよう。67か。なぜこんなにも回避率が高いんだ。イガミックス様、私はさくら様の進化風花よ。早速だけどその首いただくわ。あなただけは絶対許さないの。ミコト様を、王国をあんな風にしてさくら様を悲しませて、さくら様がお城で一人で泣いてたのあなた知らないでしょう。だからあなたのこの刀で切らないとどうしても気が済まないのよ。お前泣いているのか。さ、侍は泣いたりしないわ。変な言いがかりをつけないで。私は泣かない、私は負けない。大好きなさくらをこれ以上悲しませたくないの。だからここから先には絶対絶対行かせないんだから。通してもらう。あたれ。よし、多分次で決まったな。 65% か。それでもやはり89%、94だな。これ剣でいこう。私のこの刀はさくら様を守り通すまで絶対に折れたりしないんだから。終わりだ。強い。当たり前だ。さくら様ごめんなさい。もずめもずめもずめ、ここで倒す。気をつけない。ほいっと。めっちゃ小判手に入れんな。で、誰を動かすかな。やっぱ主人公にしとくか。で、この龍脈でどこが、ここか。なるほどね。どうしようかな。ここ開けるか。開けよう。敵を倒す前に開けよう。で、前線に出すやつは誰だ。あれ、なんか硬そうなやついない。下のやつらはちょっとほっとくとして、どこまで、結構来るな。やはりこいつらをぶっ倒す必要があるか。魔導士系だから剣の方がいいのかな。そうだな、多少食らうけど。おっ、いけるか。一発で倒せるか。倒した。よし、ナイスだ。これでいいんだよね。そう、こいつ少しいい武器あげよっかな。平均して強いの。主人公の娘だけあって、あの馬いけるか。いけない。まあいっか。ナイスだ。か
てると思うな。だからなぜクリティカルが後で出る。死ぬのは怖いさ。意外にレベル低い、1しか上がらない。すげえショックだ。あの馬兵狙えないな。夏祭り、いや春で回復させよう。おお危ねえ。いででででけ結構食らう。そしてめっちゃ減る。 25×2 ってなんだよ。絶対死ぬじゃん。もうメイドなんなんだよ。強すぎだろ。メイドまた全滅した。悲しまないで。悲しすぎる。なぜメイドはこんなにも殺されるんだろうか。メイドという職業が微妙なのかな。弓士。いやーこいつもすげえ。やっぱりおお、あくらった。アクアは死ぬのは勘弁だがんな。うー来た。とりあえずモブネで倒せるか。ほらダメだ。剣は効かんこいつに。いい塩梅やな。アンキーを倒したいっちゃ倒したいから、どうすっかな。こいつ魔法に弱そうだから、そうだな、ブリュンヒルで30当たるかな。ほら、あとはちょっと硬いやつをここに送り込むか。こっちの方がいいかな。潰してやるよ。やったわ。そして出てきたやつをぶっ倒す。私もいるのに。ほら、行くよ。エリーゼ様はちょっと回復役だからな。いやいや、お前を攻撃するんじゃなくて回復だよ回復で。ファイヤーいけんな。絶対大丈夫。仕事にしないで。ありがとう。いやエリーゼ、ファイヤー覚えただけでもだいぶ違うな使い勝手が。やっぱり回復だけだと辛いからな。あらまあ、でアクアで、レオンを復活させて、でこいつを片付ければ OK。 作戦通り。へえすごいね。で下をどうするかな。まずこいつだ、椿だ。ここはちょっと弓兵に頑張ってもらおう。イエーイ。こっから攻撃した方がいいな。敵か。弓。OK。ここまでか。俺のフローラをよくも殺してくれたな。またメイドを失ってしまったじゃないか。こいつはなんだっけ、あれか。そうすると、回復役いるか。回復役がいないよな、そもそも。いやいる。アシュラがリライブ使えるんだ、そういえば。なんでこいつを倒して攻撃さえ食らわなければバンジー OK なんだけど。うお、分かったか。ギリギリだかな。でこいつどうしよっかな。倒しにかかるかリライブをかけるべきか悩ましいな。倒せるな、倒しとこう。私は本気だよ。倒してくれ。あ、食らったか。
で、こいつらどこまで来る？そもそもここら辺ゼロが狙われるな。ヒットポイントの高いマークスとこいつで縦にしとこう。 OK、 これで食らわないな。フランネルのな使い道がちょっとないな。もうこのまま終了しよう。あいたたた14目だった。うおー、いてて13目だった。やべえやべえやべえ、 21×2 マジかよ。ラズワルドも死んだか、食らわせないか。やられた。戦死者が2人出た。これはきつい。おお、こんなところで死ねないよ。この天魔兵が超強いんだけど、これはゼロで仕留めるしかないな。始めるぞ。ほら、8レベル。アシュラを投入するか。心配する。ほら、誰か一人鍛えないとな。先を越されたか。おお、いいね。それかもう金をつぎ込んでマフを買うか。禁断のマフ。こいつここにいて、こいつを倒そう。この城壁みたいなところにいるとだいぶ強くなるからな。無双してもらうか。あとこいつだな。倒さんといけんのは。よし、倒せる。これ、さくら殺さないと何かあるとかあんのかな。そういうゲームじゃないかな、多分。あんまり分岐みたいのはなさそうだからな。倒せるやつは倒していくか。うわ、避けられた。エリーゼも減ってんな。ここにいよう。うわ、あいつなんか持ってるし。あ、弓か。戦巫女だな、多分そうすると。職業は。すげえ機動力だな。しょうがない。減ってるからな。ちょっとやりようがない。痛くない。回復してきたか。秋祭り的なのを持ってるな。ここをやると、この2つが消えるのか。そうだな。先にあそこを流脈かけるか。こいつ大丈夫か？動いてくる？あ、動いてこないな、雪村。技とか速さとかなんかこっち微妙なのが上がるよな。よし、こいつも動かないよね。動かない。OKOK。少し安全になってきたな。やっぱりな、激戦の時に誰か絶対戦死者が出る。明日は我が身だ。でこいつでぶっ倒せるか。当たってくれよ。73。よし、いいね。ゼロちょっとここで回復させよう。フランネル、あれ、攻撃ができん。モズメを持ってくるか。いつまで小判手に入れるんだ。まあ、こいつらは動かないから大丈夫でしょう。動かしてっても。お前はずっとそこで食らっててくれ。うおー、一気に回復された。
うわ、やばい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 、これやばくねえか。造園がいきなり出てくるからな。こいつらの射程をとりあえずここの辺の真ん中にいれば大丈夫といえば大丈夫。食らうか。私がいる。お、倒せる。倒したナイスだ。少しずつ回復しねえと。リライブと。まず雪村をなんとかしよう。5000円と小判持ってる。こいつなんか持ってる。精霊の粉。どれがいいかな。流石 68% か。まあいいや。守ってみせます。この砦も白夜王国もたとえ御事様の忘れ形見であるミカミックス様がお相手でも望むところだ。雪村さん、俺も母上の進化が相手だろうが負けるわけにはいかないんだ。行くぞ。変身 68% よし。これでお母さん、お母さんじゃない、奥さん頼むぞ。私の策とあなたの腕、どちらが勝るか勝負いたしましょう。お、ナイスだ。バラバラになった。よし、15になった。見下すもの何を見下してんだ。左どうする。制圧はできそうだな。 62% か。いいね、手斧。これで減らそう。いや、敵も強いな、やっぱり。この A。ブリュンヒルで。そうだよな、少しでも経験値をもらっとかないと。また戦死者が出るからな。こっちちょっとね、ダークマージ系に育てたいんだよな。リザイア無双したい、リザイア無双。ダークナイトだとね、多分リザイア使えないんで。あれ、ここ行けねえじゃん。こいつどこまで来る。ここまでしか来ないか。大丈夫だな。じゃあいつはちょっとほっとくとして、エリーズちょっとここに置いといて、ここ制圧できるな。もうちょっと待つか。なんて言ったってす、あれ、ここ壊さないといけねえじゃんそういうこと。龍脈、でもな、ちょっと今はもう無理だ、いけない。右のここに行くか。 OK。おお、キリピカル、いいね。どうってことないね。こいつあと1レベル上げたい。完全にカラクリ兵。うわ、また出てきた。どんだけ湧いてくるんだよ、ここ。わ、危険だ危険。マークスをこっちの方に、いや、こいつを倒しながら行くか。カラクリ人形はな、そんな強くないんだよな。痛ぶってやるよ。礼を言う。まあその代わりその経験値ももらえないけど。こいつ全回復してるな。共に戦う。で、減ったところをフランネルで倒せば少しは経験値稼ぎになるだろう。よしよしよし、上がった上がった。
これで外れるなよ。83% ガルーよ。いけー。粉々だな。めっちゃ経験値上がった。うわー、ここやってみるとパラメータ低いな、やっぱり。上のやつらをオンミの時間、そうするとなるべく剣とかの方がいいと思うんだけどな。すっげえ減らされんな。回復、一応アドベンチャラーの回復がいるっちゃいるか。お、いいね。久々にヤトの髪使ったな。これでいいんだ。あー、いけない。ここで一応倒せんな。いたたたたた。よし、右上も殲滅完了。ちょっといつでも制圧できる体型にしとこうかな。こいつらがどこまで来る？なんか意外に狙ってくんな。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。暗記砲台使える？使えねえし。誰が使えるんだ暗記砲台って。一応じゃあちょっと射程内からは外れておくか。これでいいだろう。右左ちょうどうまい具合に来たな。ベルカでぶん殴る。おりゃ。911。なんでモズメこんなレベル低いんだ。めっちゃ活躍している気はするんだけどな。意外にレベルが低いっていう、どういうことだ。パラメータめっちゃ長い。左の部隊をなんとかしないといけないから、まずはちょっとマークスだな、やっぱり。いけ。で、誰で行く？誰で行く？11レベル。こいつ8レベルだ。待って待って待って、こっから攻撃する。うわー、食らうー。しかも倒せないし。こいつは1残るよ。アシュラ回復させたいからな。そうするとやっぱりこいつで倒すのが一番安全だな。よーし、燃えろ。それで、それでどうする。主人公は持ってくるだろう、こっちに。カミラも持ってくるだろう。ゼロでこいつを攻撃して、クリティカルゼロ。ダメだったか。痛い。うわ、これは凄まじい戦闘になってる。まあ絶対倒せんな、これ。先にこいつで攻撃すればよかったかな。クリティカル出るんだったら。キラー棒クリティカル率が高いからな。よし、あとはさくらちゃんを倒せばこの戦も終わりだ。これはやはり主人公を持ち込むしかない。しかもこれはあれだな、減らせられるのを重点的に。92% で。お前が心にいるとは思わなかった。敵として立ちはだかるのなら俺はもう容赦はしない。覚悟はできています。きっと私は兄様にはかないません。それでも王女として王国を守る力になりたいんです。さあ構えてください、戦いを始めましょう。私たちこうやって戦うのは初めてですね。
本当はこの力、兄様の隣でお見せしたかったです。だがお前には死んでもらう。18か。あと誰で決めるか。こいつ意外にレベル低い。まあ死なないよな。ここから先には行かせません。白夜王国には私の大切な人たちがいるから。弓対弓。勝てると思うな。だが俺の方が強い。こいつ強いマジで。やっぱり私非力な王女のままですね。上がり方が微妙だ。で、あとは制圧すれば終わりか。いやー辛かったというか、二人死亡者が出た。メイドなんでこんなにやられちゃうんだ本当に。終わりだ。聞くがいい。白夜王国軍よ、砦の中は我々が制圧した。このまま戦っても勝ち目はない。武器を捨てて投降せよ。そうすれば生き残っている兵の命までは取らん。やむを得ませんね。私もさくら様も兵たちももはや戦えません。ここは投降して命を守るのが得策でしょう。ごめんなさい。私いいえ。さくら様はご立派でした。それから椿さんも風花さんもよく戦ってくれましたね。いや椿はやられたよ。雪村さん一人殺されたもんな。私たち負けちゃったんですね。そうです。でも生きています。生きていればこれからいくらでもやり直せます。武器を捨てて投降しましょう。ここで無駄に命を散らす必要はありません。白夜軍よ、もう一度言う。この砦は暗夜王国軍が制圧した。もし投降するなら。聞こえておりますよ、暗夜王国第一王子マークス殿。なら早く答えろ。まだ戦うつもりか。いいえ。そのつもりはありません。白夜王国軍はあなた方に投降します。砦の中の兵士たちはすでに全員武装解除を通告しました。ですから桜様の命はどうかお助けいただけますよう。ほう、賢明な判断だな。さすがは亡き王女の軍師だ。その判断に命じ、生き残った兵と王女の命は助けると約束しよう。暗夜兵よ、この者たちを捕虜として捕らえよ。ただし殺しはするな。手荒な真似はせず拘束するんだ。やっぱ普通の一般兵いるじゃん。どっから湧いて出てくるんだよ。すまん。さくら、雪村さん。だがこれも戦争に勝つために必要なことなんだ。今は無理かもしれないが、どうか分かってくれ。お、なんだ。白夜兵がやられた。何が起こった。またマクベスか。ガンズか。暗夜兵の実力はこんなものか。あっけないな。あれはガンズ。ガンズがどうしてここに。どういうことですか。投降すれば兵たちは除名してくれるのではなかったのですか。そんな。早くあの兵の回復を。この手の縄を取ってください。私は逃げたりしませんから。早く。なりません。マクベス、ごきげんよう。ミカミックス王子、いやはやさすが見事なお力でございます。こうも簡単に砦を制圧されてしまうとは。ガロン王様もこの功績は高く評価されることでしょう。なんだって。そんなことはどうでもいい。マクベス、これはどういうことだ。そろそろ戦力が必要かと思い火星に駆けつけたのですよ。さあ、あとは私たちにお任せください。すぐにガンズ将軍が白夜兵など皆殺しにしてくれますよ。ガンズ将軍なのこいつ。あの白夜兵たちはすでに投降した。戦う意志のない者たちだ。命を奪うことは許さない。すぐにやめさせろ。そう言われましても。オラオラ、死ねえ。やめて、もう殺さないで、お願いです。やめろマクベス。貴様、卑怯な真似をするのはやめろ。これ以上やるつもりならこの私がお前を切る。正気ですかマークス様。無論だ。貴様のようなもの、誇り高き暗夜の軍師とは認めん。暗夜王国第一王子として
力ずくでもお前たちを止めてみせる。ならん。下がれマークス。この声はガロン。なんで王が戦場に出てきてんだよ。いよいか。これはわしが命じたことだ。逆らうことは我がことで許さん。父上。ですがマークス兄さんは聞こえなかったのか。逆らえば許さぬ。わかりました。それでよい。卑怯者、私たちを騙したのですね。許しません。絶対に。あなたたちは悪魔です。人の形をした化け物です。こんなことって、みんな助かるはずだったのに。こんなのひどすぎます。よくやった。王子たちよ、これで白夜王国は落ちたも同然。わしはお前たちを誇りに思うぞ。ふう、何もできないとは。お、というところで第22章、終了したので、今回はこれで終了したいと思います。